大穴の近くにいるモンスターはなぜか凶暴化しているんだ。大穴から発生した光によってモンスターがおかしくなっているとギルドは考えているようだ。光でモンスターが。各地でも同じことが起きているらしく、ギルドではモンスターの強硬化と呼んでいるそうだ。各地でレウスがいなくなったことと大穴の出現が無関係だとは思えない。奴らはレウスを使ってよからぬことを企んでいるのかもな。この子は伝説のレウスと同じ力を持っている。破滅をもたらすほどの力を。あなたには守れない。いい加減にしろ。レウスのためならこの世界が滅んでもいいっていうのか。レウスを信じればレウスはおめえの心に応えてくれるんだ。いい力にも破滅の力にも導くのはおめえとレウスの絆だけなんだ。された真実を暴かなければこの世界は破滅に向かってしまう。村が危ない。行かせない。ネルギガンテ。呼んだか相棒。ナビルーのお兄さん。